いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2014年モデルメルセデスベンツ G350 ブルーテックラグジュアリーパッケージをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですが右フロントのドアに線傷と右リアのドアに小さな傷がございます それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約7000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はオブシディアンブラック。インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。G クラスの中でも圧倒的な人気を誇るディーゼルモデル。G350 ブルーテックでございます。G クラスの高いデザイン性はそのままに。 最新のディーゼルターボエンジンが搭載されておりますので高い燃費性能を発揮しますまた後部座席のシートヒーターやサンルーフをはじめとする人気のラグジュアリーパッケージも装備されておりますのでより一層快適なドライブもお楽しみいただける一台ですヘッドライトには標準で LED ドライビングライト付き キセノンヘッドライトが採用されてておおりりまますすので夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては3リッター V6 ディーゼルターボエンジンが搭載され最高出力は211馬力を発揮しますアルミホイルは純正18インチのアルミホイルが装着されておりタイヤの山に関しましては前後ともに残り7分山となっております 続きましてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。G クラスでございますのでトランク全体十分な容量を確保しており、さらに後部座席を倒してお荷物を積むことが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、 きれいな状態を保っております。ステアリングは4本,本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。また、ディストロニックプラスやブラインドスポットアシストが搭載されておりますので、高い安全性能を発揮するモデルです。ナビゲーションは純正、ハードディスクのナビゲーションが装備されており、 車内では地デジの主張も可能ですまたバックギアに入れていただきますと標準でバックカメラが装備されておりますフロント両席シートヒーターが備わっておりますので冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけますシフトは7速のオートマチックシフトが採用され走行モードに関しましてはセンターのスイッチにてエコモード、スポーツモード、マニュアルモード 3段階でで切り替えが可能です続きまして後部座席ご紹介させていただきます後部座席に関しましても目立った使用感はなくきれいな状態を保っております G クラスでございますのでスペースも広々と確保されており後部座席にもシートヒーターが備わっておりますまたスピーカーはハーマンカードンのスピーカーが採用されておりますので ゆったたりとドライブをお楽しみいいだけます併せて気になる車内の匂いですが特にお煙草の匂いとは致しませんでは今回は2014年モデルメルセデスベンツ G350 ブルーテックラグジュアリーパッケージをご紹介させていただきました211馬力を発生させるディーゼルターボエンジンと7速のオートマチックシフトが組み合わされておりますので 大きなボディではございますが十分な燃費性能を発揮しますまたサンルーフなどをはじめとするラグジュアリーパッケージが装備されておりますのでより一層開放感あふれる快適なドライブをお楽しみいただけます弊社でも大変人気の高いモデルでございますのでお探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思いますよろしくお願いいたします